ハレンさん、こんにちは。アカンディスチトで今日はですね、このラインズマンディーンが新規解放来たっていうことでこの頃こ性能紹介していきたいなと思います。まずはこの子をリーダーにすると、まあ、スタメンダメージがプラス10%。ま、あそんな強くないからリーダーにしなくていいかなと思います。で、打球時、打球判定に応じ出現数の異なる空中型ギミックを発生させることができるんですけど、まあ、それに相手が当たると、まあ、40ダメージとキャラがその前に立ち止まるっていうものがあって、多分これはパラライズ向こうでは防げないものかなと思います。で、ま、あ相手がそのギミックに当たると、まあ、 自分自身はスタミナ60回復と SS ゲージプラス5%の効果を持っているのでまできるだけ打球判定を良くしてまそのギミックを多く出していく方がまいいかなと思いますでまあ強化型のテクニカルチャージショット打てるようになっていて SS を打つと飛燕で飛んでいってスタミナ200回復でまあ特殊状態中はヘビーフラットの強化型テクニカルオーバーチャージ打つことができるんで相手が打球効果無効とかなかったら永遠にね相手はダイレクトに返すことになるかなと思いますでまあ特殊状態中は空中型ギミックのサイズが 変化するんで、さらに当たりやすく、でまあ、移動速度スインギラーが上がって、また、あ、急判定に影響する一部の効果が無効。で、まあ、空中型ギミック無効までついていますと。と、この子、常時移動速度スインギラープラス10%ずつ、で、スライスドロップの急速がアップ。で、ドーバースピンも一応可能となっております。で、一部を除く、GS 起動が飛燕ショットに変化するんで、まあ、結構得電力上がるよね。なんか、まっすぐとか、ロブとか、まあ、でもね、正月ラケットとかも変化してしまうんであれば。まあ、この子にとっては、マイナスかなと思うんやけど、一応、まあ、二ポイント市場ごとに GS が一回。 回すするるるるっっててていいいうう性能もああんんで GS、まあ、GS 打打打数がが増えるっていうのとあと球球時2ポイント間打球硬直無効がつくんですよよこれ結構いいよねただ、自身の GS が封印されるっていう感じになっているので、まあ、その GS が何回も出るラケットとか適さないというものになっております。で、さらに自身か相手の得点が2ポイント以降で、まあ、GS がオンザラになりますんで、まあ、それも結構得点量が高くなっているんじゃないかなと思います。ということで、今からこの子と戦っていきたいと思います。 2分で知りたいことを解説するちょこっと白手にっていうチャンネル作ったんでよかったら見てね。はい。というわけで、ね、まあ、アンナさんと戦っていきたいなと思います。相手超強いからね、もう普通に相性があれでも勝てないかもしれないんやけど、とりあえず俺はもう月見でいこうかな。も、ま、う、あ、クレイコータは俺月見バリ強いと思ってるんやけど、このラインズマンラケット新しいやつね、これ月見とかの音座取ってくるからさ、正直。<laughs> ちょっと相性悪いんかなとか思ってたりするけど、ま、あこの子アイドルマスターでね、空中地面向こうつけれるじゃないですか。なので、それによってこのギミックはね、効かないんですよ。なので、まあ、それでですね、危なあのー、何やったっけこのギミックに当たるたびに、まあ、ダメージを与えられるとか、あとま、あ硬直っていうのはなくなるかなと思うんやけど、ちょっと相手 SS タムの思ってる早かったらただ、あのラケットって2ポイント間に1回しか打てないから、まあ、それがネックで、ま、ああれですよね。 あの、なんていうの一点は取れてもそっから失点してしまう可能性があるっていうのがちょい板ポイントかなと思うんやけど、月見は途中から恩材になるからなすべての球が全部取られちゃうんよね。マジ SS 以外全部ね引っかかるんよ、この。えぐいな、ドロップ <laughs> 月見の SSL 早で飛んでくるやんか。やばすぎ。<laughs> ちょっとどうしようかな。ちょ、これドロップで。いけ あい,いんじゃん体力がなんか金取った。なんかディーンって体力もろいイメージあるよな。なんか今回まあ新規転生解放やったか。新開放来たもん。別にその面はあんま改善されてないから、体力がないと結構きついから。えっく <laughs> オンザライヒエン。やばくないこれラインズバーナゼロ SS だぜ。それが GS で、まあどのラケット持ったとしても、撃つことができると。多分ちょっと体力がもろいっていうのと、あと今、あれか。雪ストーム貼ってあるから、相手スタミナ。 消費がプラス30%になっているから、まあ、それはしょうがないかなと思う。まあ、雪コードデキセン持ってなくて、あの子って灼熱の子やから、まあ、ストーム要因は仲間に入っていてもいいんじゃないかなと思うんやけど、まあ、あのラケットがあるおかげで、ちょ、 こうああれれ得点力やややばいかからあれどうやって取るかやんな飛オンザ打たれて、まあ、GS の効果乗るから多分ラケット落としとかも全然効くと思うんですよなので、まあ、そういうラケット使ってもいいでしょうしねただまこのラケット持たせるとアウト絶対しなくなるっていうメリットもあるんで、まあ、結構むずいところではあるよね取れたんやギ,ギリギリ たら、まあ、これでね、う、まあ、永遠にキャッチされるから、このポイントは絶対得点できひんっていうか、このドロップ強ない。よし。取れる気せえへんねんけど、どないしようか。よいしょ。これで、相手が、まあ、ドロップ。え、これチャージさ、オーバーテクニカルチャージやったっけこれするまでの速度速くない結構。なんか、なんか、こういうのって大体すごい、引きつけて引きつけて、もう2バウンドギリギリで打ってやっと打てるみたいな感じなイメージがあるんやけど、このディーンに関しては然 打てるというか。<laughs> <し>これ。じゃ、俺正直今警戒してなかったわ。警戒してなかったけど、これマジドルウやばいって。これ2ポイントかに一回飛んでくるのやばすぎ。よいしょ。あれ、俺とアナザー押しシーなの。オッシーなのかなこれで。やばい、これめっちゃチャンスされんな。冷えなやつ打ってしまったら、これ普通にピンチ。やばい。<laughs> 強。多分これつけ目じゃ全然勝たれへん気がするな。あのラケットもあるし。 一応このラケット落とし GS の効果が乗るのかだけ見ようかなと思います。あ、落ちるな。だからまあ、気張らんけてもラケット落として決めれるみたいな強そうですね、これ。はい、というわけで2戦目はですね、我が相棒を対決するか使っていきたいなと思います。まあ、ああの、俺ね、ソフィーもマールもないし、あとサテラとかオスクロールもないからっていうのはあるんやけど、一応この子が SS 打ったらね、スライスドロップフンやるんですよ。なので、まあ、普通にこれは相性いいんじゃないかということでね、使っていきたいなと思うんやけど、空中型ギミック向こうないんですよね。なので、このギミック食らっちゃうんです。まあ、ああの、このギミックの、ね 感じをちょっと知りたかったからまあちょうどいいんちゃうかなと思うんやけどどんぐらいの硬直なんかな俺さっきから避けれてんのよう分からへんねんけど <laughs> ここから s s オンザで打っていく取られたいいんじゃないこの遅いボレーやっぱりちょっとあれですね対決力はも若干ダメージ入るキャラではあるんやけどまあ体力が若干もろめではあるのには変わりないかなとは思いますこっからあぶねまだあれやんな御座で頻繁はこうへんやなだからちょっと強気に出たいよいしょスマッシュ打って 結構硬直すんな。ソフィーの雪だるまよりは若干しょぼめな硬直な気が、あの、するけど、ただこのいっぱい出てくるから、2個、ほら、やばない。これ、今、陣なかったら死んでたからな。あの、2個とか当たってしまう可能性がある。そこが結構やばポイントかな。あと、あれやな。あえてこの、オンザライン保護するやつがあるから、それのおかげで、対決するかオンザラインエ s ス抜けへんな。だから、まっすぐに変えてるんすか。これ体力ないからたまたま今決めれたけど、まあ、これが、 あの常時体力枯らせるんやったらこの子でもいけるかもせえへんな。ただ空中化だけビックないと結構な硬直になってるよ。<laughs> マジで。よいしょ。で、相手、多分オンザラインの GS 来る気がする。やばい。ちょ、ほんまにやばい。無理やったー。いや、ま、あこれはしょうがないで、ね。いや、もうこのギミックやばい気がする。空中型だけック無効ないとやばいから、まあ、クラウディアとか入れてもいいかもしれへんっていうレベルでやばいよね。まあ、ラインズマンディー持ってる人はラインズマンディーミラーすれば、あの子空中無効あるからいいと思うねんけどさ。 うわえ,ぐえ俺って今これオンザラインのモードやんなじゃあこれ普通にしてでここでやばうわっんなナうわラッキーやな今の、まあ、これはでも意外と戦えるクラウディアとかやったら確実に勝てるかもしれへんてかまあ勝てるわなスライスドロップ封印できるもんそこが結構いいポイントやなよし単体ででも俺は勝てるようになりたいなただまあオンザライ GS が飛んでくる可能性があるけどこのポイントは複活せえへんやんなそれが明確に分かるのはいいところやんね よいしょ。レフコスとかってさ、なんか秒数で復活するやんか。だからそのタイミングみたいなの読むことができないっていうことになっているから。まあ結構そこがあれですね。まあこのラケットと、まあレフコスとかの違いってことになるかなと思うんやけど。よいしょ。スマッシュ打ってからの。いや、なんか詰まった。<laughs> まあ、この飛燕のやつは、でもこの今4-3やから、次のポイントの時あえて GS 復活せえへんやんか。だから、まあ、ここまで点差が開いていたら、まあ、勝ちかな。あ、これもうあれちゃうアンナさんが変えたってことは対決ルカじゃあ、対決ルカに勝てないってことなんじゃないこれ対決ルカ対カルマは勝たれへんのよな。<laughs> よいしょ。あ、これでもワンチャンあるじゃねよいしょ。いったんじゃウェイ あのあれやなこういう性能紹介動画で買ってしまったらただまあ普段の戦績はこんな感じです。<laughs> ちょっとまあ、でもまあ、対決か、なんかスライスドロップ封印されたらさすがにあれやろうけど、空中型ギミック無効ないとなかなかな硬直が、まあ、立て続けに起こるかなと思いますんで、まあ、ディーンと戦うときはですね、まあ、空中型ギミック無効のキャラクターを使っていただけたらと思います。ただまあ、一応ね、このラインズマンのキャラクターがアウトしなくなるラケット、まあ、今回じゃない昔の方ね、まあ、あの、1年前からやっていないとゲットはできないと思うんですけど、持ってる人もまあ、結構いると思うんです。まあ、これやったらね、GS 打ったら通常打球で S 封印を回復する するサテライトちょっと打つことができるんでまあ、これでスライスドロップ封印をねまあ、防ぐこともできるわけですよただ対決するかよりか月見の方が圧倒的に多いと個人的には思うというかまあ、勝率と勝率とレポート的にもそういう感じだったので多分まあラインズマンのラケットで持たせるんであればこっちかなと思うんやけどそれはまあ皆さんが当たる相手に合わせてまあ使っていただけるといいんじゃないかなと思いますまああの途中に挟んだねこのラケット落としとかでもね結構強いと思いますのでまあ、それは皆さんが工夫して選んでいただけるといいんかなと思いますということで また皆さんお会いしましょうバイバイ。